内陸県埼玉から海の未来を見つめる海と日本プロジェクト in 埼玉県。昨年12月16日スポゴミ甲子園2022埼玉県大会で優勝した川口工業高校総事部チーム C の3人が埼玉県大野元裕知事のもとを訪れ成果を報告。3人は全国大会への意気込みを語り、大野知事からエールを受けました。またその後、埼玉県教育委員会の高田直義教育長のもとも訪れ総事部の活動を説明。埼玉県大会の報告はもちろん、全国大会の意気込みを伝えました。そして待ちに待った12月26日、東京都墨田区で日本財団海と日本プロジェクトスポゴミ甲子園2022全国大会が開催。スポゴミ甲子園は仲間と楽しみながらゴミ拾いを行い、町や海のゴミ問題を自分ごと化として捉えることを目的に、日本財団が推進する海洋ゴミ対策プロジェクト海と日本プロジェクトチェンジフォーザブルーの一環で開催しています。2019年に始まり、今年で4回目です。埼玉県代表の川口工業高校総事部チーム C は、全国から集まった強豪35チームの中で2年ぶりの全国優勝を目指します。チェンジ、いってらっしゃい。制限時間を目いっぱい使ってゴミを探索。協力プレーで次々とゴミを分別して袋に入れていきます。制限時間も終わり、袋で手がいっぱいの3人が戻ってきました。35道府県の代表のチームの中で頂点に輝いたのはどのチームなのでしょうか。優勝は42.17kg、 獲得ポイントは4420ポイントで、埼玉県代表川口工業高等学校総事部 C の皆さんです。おめでとうございます。なんと優勝したのは川口工業高校総事部チーム C。 参加チームの中でもダントツの結果を残し、去年の雪辱を果たし見事優勝を勝ち取りました。来年新入生が入ってくるので、その辺にも先生からは 1,2,3 位全部川口工業で取れって言われているので、取れるように頑張りたいです。私は来年はもういないんですけど、その下の世代がその優勝できるように、その支えたり、その合宿とか見に来たりして、その応援したいなとは思っています。来年僕らが3年、僕の代が3年生になるんですけど、まあ、2年生に上がる、今の1年生が、まあ、どこまで実力が上がるか分からないんですけど、まあ、それに負けないように、まあ、県も全国もまた1位を取りたいと思います。海と日本。